こんばんは。主人のことなのですが、お盆や特に年末はいつも具合が悪かったり肩が重いといいのですが、何かあるのでしょうか。はやともさんの動画もよく見ています。気が張ってて、ご主人普段仕事柄すごい気が張っていて、そういうお盆とか年末になってようやく休みになるなっていう時にドーンとね、心の、なんだろう、紐がブルーンとほどけちゃってさ、流派ひみさんにちょっと甘ったれちゃうようにさ、デレーンとなさって具合悪いなっていうなっちゃうんじゃないかななんていう思いはこともありますよ。僕もママさんにだけはね、本当にね、もうね、いい加減にしろよって思われんじゃないかぐらいね、弱音を見せますからね。こうやって元気でライブやってますけどね。終わるとね、ガラガラリッチで。そんなもんですよ。と思いますけどもね。逆に、こう、ママさん、リュウハさんがさ、お盆とかお正月にさ、ひっくり返ってやるっていう作戦に出たらさ、ブシッとしますよ、きっと。職業柄ライバルが多く嫉妬されたり、恨まれたり、羨ましがられやすい職業です。生き量が疲れやすくする、疲れにくくする、もしくは疲れた場合の対処法などはありますでしょうか。これは難しいぞ。まあ、生き量はね、相手方が飛ばしてくるものですからね。飛ばしてくるっていうね、相手方の思いっていう、もう人がの思いなのでね、ご自分が強くなることが一番なんですよ。自分がものすごくたくましくなるっていうことがね、何よりなんですね。対処法としてはですね、本当にご先祖様をきちんと敬って、日々何もないことを毎日感謝なさってください。そうすると、まあ、いわゆるご守護様と言われるようなピカピカーっと光ったご先祖様が守ってくだされば、どんな疫病が来ても大丈夫ですからね。そういうふうになさってください。で、ご職業からそういうふうになされるってことは、ある程度ご自身が進まれる道に思い通りに進まれてきたと思いますので、もともと、良いご先祖様に導かれてるような気がしますからね。芸能人さんってなんで大丈夫かっていうと、成功なさる方ってほとんど素晴らしいもの持ってるんですよ、やっぱり。素晴らしい方に、守られてるんですよ。売れる方はね。なので、まあ、職業柄ね、あれぐらい、生き量飛ばされる職業はないんですけれども、やっぱり、守ってくださる方がね、ちゃんとくっついている。そういう方がくっついていなくて、ただただいたずらに、見栄えよくハンサムに生まれてきて、たばっかりにトントン拍子に売れてしまったりなんかして、心を抱えきれなくなってしまって、こうな結果になってしまうっていう方もいらっしゃるのは確かですね。はい。パパさん、質問です。ご先祖様に守られていることをしたらどうすればよいのでしょうか。毎日何もないっていうことが守られてるっていうことなんですよ。何もないように守ってくださるのが守ってくださるんですよ。もしかしたら事故に遭うかもしれない。もしかしたらコロナになっちゃうかもしれない。そういったことを、何気ないところでもってふーっと守ってくださるのが、いわゆる守護なさってくださる方の特徴なんですよ。なので、毎日無事に過ごせるっていうことを何よりありがたいなっていうふうに思われてください。はい。霊感を抑える方法はありますか？気にしないことですね。もうあるものはしょうがないじゃないですか。だから気にしないことが一番だっていうふうに思いますよ。僕はね、気にしない。あ、そうっていう感じでね。はい。
ん、パパさん、今日一日お疲れ様です。ご質問させていただきます。お墓参りの際、ご先祖様は、総出で近くに来て私たちを見ててくれている想像でいいのでしょうか？そばに、いてくれるのが気になります。総出でっていうわけにはなかなかいかないようですね。うん、でも、つてつてでお伝えしていただけるようですけどもね。うん、なかなか総出でっていうわけにはいかないようですよ。はい。でもちゃんと、一番ご供養したい人、お会いになりたい人、お伝えになりたい人っていう方に、お参りすれば、つてつてでちゃんと伝わっていくように思いますよ。はい。うん、ご先祖様、総出でってわけにはいかないですけど、どなた様かが必ずついてくださってますよ、奈々さんのそばには。はい。ご先祖様、果てしなく多いですからね。うん。滝行は何のために行うのですか？一心不乱になることでもって、気持ちを集中するためにですよ。うん。例えばね、変なものに疲れた時に、まあ、滝に打たれるまで一心不乱に、出てってくれっていうふうに言ったとするじゃないですか。そしたらね、人の延長線上であるお化けさんは、そんなに嫌なのって、そこまで嫌なんだっていう感じで、もうだったらもう分かったよっていうふうに思ってくださるかもしれないじゃないですか。神様に会いたい、神様に会いたい、そんなに会いたいのか、そんなに思いが欲しいのかっていうことを表すっていうこと。もあるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。下世話の方向から向かうのであればですよ。